演舞開演。どうも、ただいまミシガンクルーズに参加しています。今からこちらのミシガンバーガーと桜ソフトを食べたいと思います。ではいただきます。さあ皆様、クルージングお楽しみいただけておりますでしょうか。ここからは再び全館放送に切り替えての景色で内へと移らせていただきましょう。まずは進行方向向かって右側ご注目ください。よく質問がございます。町を背に湖に湖岸に佇むお城は何のお城ですかと。あちらはですね、お城ではないんですよ実は。紛らわしい。あちらは琵琶湖文化館という施設でございます。昔は博物館ですとか淡水魚の水族館など営業をしていたんですけれども、残念ながら現在は休館となっており、今では湖岸のシンボルとして片付き続ける琵琶湖文化館でございます。そしてその並び進行方向側に目を移していただくと、白い屋根、今ちょっと光った反射してますね。丸いなだらかなフォルムが特徴的な山のような建物、あれ2つセットでございます。琵琶湖ホール、県立芸術劇場琵琶湖ホールでございます。日本で3本の指に入るほど素晴らしい設備を備えた劇場としてとても有名でございます。オペラをはじめとしてミュージカル、演劇、バレエなどなど国内外を問わず様々な団体が日夜イベントを行っております。大にぎわいの琵琶湖ホールでございます。さあ、今2つ紹介いたしましたけれども、あの建物たちが建っているあの辺りの街並み、仁王の浜といって大津市の中でもとてもにぎやかな場所でございます。仁王の浜には一宮寺というお寺がありまして、あの有名な松尾芭蕉さんがここで眠っている地方でございます。お墓があるんですね。松尾芭蕉さんは大阪で亡くなられたんですけれども、よく訪れていたこの琵琶湖の風景ですとか、それからその一宮寺というお寺、写真を持っておりまして、自分が死んだ後には亡きならはその一宮寺チャンネル登録をお願いします。